ザ。さあ長嶋さんの話も出てきましたけど、うんうん、まあセとパの違いって、はい、やっぱ実力はパ・リーグがあって、うん、セ・リーグは人気があった、うん、もうそれはもう今から考えてもそれは歴然の差だったでしょ、はい、待遇面でも違ったんですか。待遇面はひどかったね、パ・リーグは。やっぱ食券なんかだって250円のうどんとかねこれ阪神に移籍したらまた全然違う。阪神もそうだったよ。阪神もケチだった。そうなんですか、うん、じゃあ扱い的にはそんなに変わらない、うん、ということですか、うん、お客さんの入りが違うと。そうそうです。正しいですよ。ああみんなセ・リーグは人気があったって言うけど、ヤクルト阪神戦だいたい1万人ちょっと、はいはい、ね、パ・リーグよりちょっと多い、はい、広島太陽、はい、ほとんど客いないまあそうですよねそう、ああ要するに巨人と対戦する時の人気があったっていうのがセ・リーグだ。ああ、なるほど。最近ってこそよ。僕ら阪神はやっぱり、うん、強かったし、うんうん、入ってるっていう印象がありました。全然もうだって例えば巨人阪神戦やるでしょ、で3日間やったらもう球場あふれんばかりの、まあそうですよね、もうチケットも取れないし、選手も割り当てがないぐらい、はい、で次のカードがヤクルト、はい、アルプススタンド今と同じ閉めてたから。ああ閉めてた。閉めてた。うん、客入らない。なるほど。まあその中で、うん、日本記録をお持ちで、なんだっけ、ボーク。あ、ボークねこのボークって何なんですか。いや、これ一つはね、クイックが当時流行ったでしょ、はあはあ、流行ったというか、その福本をどうやって抑えるかっていうんで、はあはあ、まあクイックやりましょうとかいう話になったんだけど、はあ、その時にアメリカからちょうどね、ルール改正で、はあ、こうパッと投げちゃいかんと、はあ、1秒って止めないとダメだっていうんで通達が来た、はあ、そしたらアンパイアがもう言い切っちゃって、はあ、もう必死になってこうやって見てるわけ、はい、で、ある時俺が一球こうしてもうランナー警戒するのにクイックと両方だからパッとこうやってやったらボークって言われたんですよ。ね、何があれはボークだよっつって、よしもう一回やったらっつって、でまた微妙に変えながらパッとやったらまたボークって言ったんですよ。でもランナー一塁二塁、そうですね、二塁じゃん。それでその次もうカリカリしてるから、俺野村もカリカリしてる、なんだあいつとか言って、あ、サード何倍やなで、こうしてもう一回やったんですよ。わーっつって投げたんですよ。とまた防具やがってもうじゃあ1点じゃないですか。だから3球連続防具で1点取られた。これも破れない記録ですね。これ破れないです絶対。これはもう絶対破れないです。もう結構意地になるタイプですよね。アンパイアと勝負したで向こうも意地になったそれでね、もう一つはね、俺割とボールを軽く握るタイプなんですよ。で、こう足上げて、で、こっち足上げて下ろす前にポンとこれに当たる時あるんですよ。で、ポロッと落ちたのが何かこうなんですよ。なるほど。それがやっぱり日本記録につながったということですか、うん、まあ大したあれじゃないんだけどね。でも、24の暴行をする人っていないですよね、今。あと何をしたのかね、あんま覚えてないけどね。やっぱり意地になったっていうのが一番大事です。意地がそれなんですよ。ですよね、うん、江本さんはいろんな逸話が残ってて、うん、ベンチがどうのこうのとか、うん、アホやから野球できへんとか、うんうんうん、これは実際言いましたか。いや、実際言った。ヤクルト戦しょっちゅう言ってんだよ、そんなことあ、しょっちゅう言ってたんですか。うん、言ってる。だけど、関西っていうのはシーズンの後半になると、はい、まあ、順位は阪神が優勝しないから、はい、そうすると、まあ、新聞もこう内紛とか、うん、ああいうの大好きなわけ、まあね、トラブルとか、はい、だから何かあるとそこにバーッとこじつけてやるっていうこの、まあ、土壌があるわけ、はい、ね、まあ、スキャンダルが好きですね。そう、だからそれはもうしょうがない、阪神しかないから、はい、人気もで、まあ、そんな会見もあって、その試合でちょっとまあわざと降板してからロッカールーム入るときに2、3人の若い記者がいたから、まあ、ちょっとサービスがてら、アホやなあいつあんなお前野球できるかお前よく言いましたで、普通のシーズン中だったらそこをさてみんなバリ雑言、ね、わめき散らすとこだから、それ全部書いたら全員クビになるから、ね、星野さんなんかひどかったもんね。で、それ壁殴ったり蹴ったりバーンとボケとかって言いながら、
でそういう場所だから、まあそんなつもりで軽く俺もなあっちゃあら、はい、そしたら球場出たらなんかキャップクラスがみんな集まってきて、ベンチがアホって言いましたねってもう言ったよみたいな。ほんで事情はちゃんとあるわけですよ、はい、なんで言ったかっていうね。でそうやって甲子園の球場のそばにいつも行くみんな集まる試合が終わってね、スナックみたいな集まったら当然電話かってた急なんか、はい、そらもう攻めたんだろうねマスコミが、はい、こんなこと言ったからこいつなんとかせねえから、はい、球団もやるようないから、はい、で翌日俺ちょっと来てくれるかって言って、で球団事務所行ったんですよ。そしたら代表とこの一番仲の良かったあの部長とね二人いるわけ球団代表で新聞だーっと置いてあるわけですよ。一面だから全部ベンチがアホは造反芸もそりゃそうですよ。全紙一面だ。僕ら小さい頃ながら覚えてますもん。いや覚えてますよ。え、こんなこと言うんやと思ってだって仲良かったから大体その代表ともね。で俺あの皆さんが意外と思うけど俺選手会長だったから阪神のね、なんか人望厚いって書いてた。父さんが人望厚いんだ。はい、いやいや、そうやって嫌な時はみんな俺やらされるから、はい、その役でそれでいてね。で球団も仲良かったんですよ、一緒にチーム作りと。で、お前とお前これどうしたかって言う。いやいや、高校実は2アウトで1点差でランナーが2塁で、次あの8番バッターなんで1塁空いてるから歩かす場面か、もう8回だからピッチャー変わる、これ変わってもいいけど、はい、変わる場面か、もしくは勝負にするのか、これ3つ の、 あの監督の選択肢がで、それを指示を受けようと思ってマウンドに集まったね、みんな。で俺もおベンチどうすんや、ベンチどうすんの、みんなでベンチパッと見たんですよ。なんとそのままスススススッと奥へ入っていっちゃったの。決断ができないよ。ほん で、うん、でヘッドコーチも誰も何も指示ないわけ。それでちょっと一瞬俺も動揺したわけ。え、こんなケースある、指示出さないの、出さない、え、ここどうすんだよって。いや勝負しても別にいいけど、でもこれきっと迷ってんだろうってベンチが。迷ったな、だから監督が長入ってたな。まあ歩かしたら向こうが代打使ってくる。もちろんだからそうだ、このあのピッチャー変えられる。そうですね、8回やから、はい、で勝ってんだから言って、それでいやどうしようかなって一瞬俺も動揺したんですよ。それで逆さまに、いやちょっと一球様子見よう、だから中腰になれる、あの一球ちょっと高めに外すから、うん、それで行こう、でもういいよな、てっちれっつって、で守備位置ついたんですよ。でランナー二塁にいるわけですよ。で、あの水谷、はい、ジアザと広島のね、いやいや、ヤクルト、はいはい、水谷ですよ。ショートやってた人ですね。水谷って開いて、カーってね、俺もこう、いやしかしなと思って心にこう引っかかりがあるわけよ。この場面でいないかあえて、うん、で一球こう投げるんだけど、気持ちがどうしても乗ってないですよ、ね、乗ってないですよ、はい、で、そこに乗ってきてね、運が悪いこと続くんですよ。それで外野どうする、外野数どうしてる、前ですよね、前か敬遠だと思ってこうしてるんだ。まあ敬遠だったらこうしてる、ほとんど敬遠の場面だから、だからでも中腰に立ったとしたらキャッチャーが、うんうん、あ敬遠するんかなと思いますよね、うん、一瞬こうあるでしょ、はい、構えないんだね、はい、で、それも後で分かったんだけど、それで高めに投げたんですよ。その時の相手のベンチは水谷をバッターボックスを送り出す時に何て言ったのコーチが、バンバン入れて積極的に初球から、はい、そうするとバッターはもう1球目から行く気で行きり立ってきてるわけだけど、こっちが冷静な時は1球じゃあと外から外そうとかね、ちょっと分かるんだけど、それがその時は先に動揺しちゃってるわけ。不信感がありますもんね。だからバッターのことよりもここで一球外さないかなと。バッターってちょっと高めで中途半端だったのかしら。とその水谷が上カーッと飛びついて一球目に打ったわけですよ、初球を。とライトのライトこうやってるからいきなり飛んできてブワーッと走ったら、そのまた運のあるようにグラブに当たって落ちたわけよ。だから同点じゃないですか。でせっかく勝利投手がさ、それでもうパーじゃない、8回だね。で、その後も言ってこないと、後バッター抑えた。
ね、なんか代打がなんか出てきて、バッター抑えてチェンジになって同点ですよ。でベンチに帰ってきた、ああなんだよ今のと思って、それとまあどうせいいやと思ってたんだけど、ただちょうど俺の打順だったんですよ。そしたら出てきて代打、まあ、当たり前よね、それは当たり前、うん、で俺もまあもうお役ごめんということで、まあじゃあいいやと思って、まあ同点です、うん、同点です、はい、で代打も出るし、もうあの次の8回の、ね、8回の裏で荷物まとめて、まあ大体昔はほらすぐ帰るから、ね、そうそう、で見てもらって、はい、甲子園ってほら1回ずっと外へ出て上に上がっていかないから、はい、そこからそこへ後ろから追っかけてくるわけです、新さん。で最初に言ったあの若いのは多分生かされたんだろうね、なんかまた暴れるぞあいつ、まあ、それが真相ですよ、うん、だから俺もある種確信違反だった。もうキャップレンズが来た時は言ったよって、で次の日の新聞があって、でその辺の説明を一応その球団事務所で代表としたら、さあ向こうも、さあ忘れるのかなとかな、こんな騒がれたらなんかせなあかんそうですけど、どうしようかちょっと迷ってるなとか何か言って、ちょっと待ってくれで代表が出て行ったんです。壁一つだから聞こえてるわけ、本社に電話してるんですよ、電鉄の阪神電鉄の本社電話してる、どないしたらよろしいですかね、やってる。ほんだな、多分向こうは軽くね、ああ10日ほど謹慎させとけとか言ったみたいなね。それで頭が来たのね。で代表が帰ってきて、ね、聞こえてるんですよ。すまんお前な、悪いけどな、あの10日ほど謹慎してくれるかって言うから、ああそうですか、じゃいやもう謹慎いいです、私もうここでやめますから、もう謹慎処分ってあの嫌でしょ、人にそういう処分をね出すのも、私もここでいいですからやめます。で、あの早くあのあれを持ってきてください。任任退届け、紙切れ持ってきて、で印鑑も預けてあるから、うん、球団事務所にね、あの昔は。でそれ、いや、そういうの、そういうの、盛んに引き止めたけど、うん、もう俺は切れてるんですから、ね。で、言った最後に言った、ピッチャーが10日休んだら20日かかりますよ、まあそうですね、最低でも。そうするとこの時点で、8月の終わりにこの時点で10日禁止せよということは、お前こと今シーズンいらんっていうことを言ってるのと一緒ですよと、そんな処分でいいんですかって言ったら、であのいやそういうそういうのそういうのですね、うん、盛んにまあ言うから、でももういいです、もう切れてるからいいです、まあ切れてるのは前の年から切れてるから、はあ任意引退届け、任意引退届けって、よそに行けない、よそに行かれても、で、ハンコペンですね、じゃあ失礼します、それから俺、1回も引退ですか、えそれで引退、それで引退、はあ、まあ、引退というか、退団だ、退団、首だ、でもあれですね、やっぱ原点が野村さんという、うん、まあ、高度な野球というか、ミーティングのあれで入っていって、うん、だから阪神って、あんまり戦略、戦術があんまりなかったみたいですね。うん、だからそれがね、そのなぜその監督さんがいい人なんだよ、すごいいい人で別に嫌いじゃないんだよ、今でも仲いいんだよ、例えばね、だけどやっぱり戦う時はさ、こっちも生活かけてるんだよ、まあ確かに、ね、向こうも生活かけてるわけない、もう一つはね、やっぱ選手でかわいそうなのはね、まあ自分でも思うだろう、だから監督で影響を受けた人いるだろう、いやありますよ、それはで、その人がさ、なんかこう基準にならないなんか、いやなります、見てみると、はい、なります、それはね、結局野村克也だから、野村さんに言ったら、そもそも俺がアホって言って辞めたのはあんたのせいだよって言って、いやいや、高度から入ってますもんね、うん、高度のところから、そうなんですよ、だからそこにどうしてもこうハードルを上げてしまうところがあってね、なるほど、だからそれも一つなんですよ、自分の考え方もそこに行きますよね、そこに行ってしまう、自分のこともそうだけど、その要するに監督ってこんなもんだろうみたいなね、それがこうやっぱり野村さんが悪いんですよ、じゃあ野村克也が悪いと悪いと Ha ha ha!